8チームの24名です。ゼロ回差点なし。90分マクドリーズミーで録画スタート。 OK ですね。はい、お待たせしました。ただいまより3月5日第1土曜日のガローマーカザウルブズ 3on3 大会始めます。こんばんは。はい、3月なので奇数月 3on3 大会第1週目なのでキャラかぶりはなしですが、圧戦の場合に限り、まあ、キャラが被ってしまってもそれは構わないという扱いになってます。はい、本日の大会参加者は8チーム24名。それでは試合始めていきましょうか。1回戦第1試合がツボプラスプラスグランド、ゴンズテリー佐藤ジェニー VS ゴンチャホタル、シゲルガとマネカイン。この2チーム対戦です。なかなかいいカードですね。優勝してもおかしくないような両チームですが、いきなり1回戦です。じゃんけん勝って関決めかキャラ後出しか。ゴンズチームじゃんけん勝った。さあ後出しか関決めか。関決めではどっちで先出すの。テリーが出てくるそうです。カインカウセル、はい、わかりました。最初に出たいだけ。相手のキャラ構成とか関係ない。ではスタートボタンを押して始めてください。まあ、TRF レイは分かってると思うけど、一応ボタン配置が L 字とボックスで切り替えられるようになってるんで間違いないように。さあワンピー側がマネカイン、ゴンチャン、ホタル、シゲル、ガトーチームの先方、マネカインに対するスーピー側ゴンズテリー、久々登場マネカイン、まあ、有名なあのダブルゼーレ小刻みなんか実はマネ君が開発したものです。さあジャスト負の方向負荷の TOB アタックちゃんと使ってますね。あ、確定反撃逃してしまいゲージを吐かない。ガン待ちのカイン、これめんどくさい。テリーが攻めて、これは割れそうだけど割れてもまだ死なないのがカイン側。ガン待ち、パンツァーガーキャンダンクしちゃった。ちょっともったいない。いやーもったいない。いや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 、結構もったいない展開でしたね。さあこれは追撃入ります。しかしティオビアタックが出ない。マネカイン動きが怪しいが大丈夫かな。ダンク待ち、さあバスタウルフは打たなかった。美味しくて、おいやーゴンズさん、ちょうどミスが悲しかったですね。勝利したのマネカイン。さあ出てくるツビガのチーム、まあやっぱカインにかぶせるのはジーニーですよね。ツビガ2人目はサトジェニー。カインアクティブアタック、高まってやがる。さあマネの華麗なナメプレーからのキャスリンとミス。ジェニーはやられ判定が特殊なんで、空中の相手にも上段下げしからのキャンセルフェイントパンツなんか入っちゃいますね。これはカイン守りに入って、やはりハリアが苦しい。オーロラバフル傘に削る。ここでゼール吐くが冷静に全段ジャスト投げに行ったところを逆に投げられる。1ラウンド目はサトジェニー、ランツェ上段下げしキャッスルウィンターパンツァー、
さすがにそこの辺はしっかりしてますね。上段下げ暴れ取って、さあ、ティオピー消えた。これでかい。バッフル重ねも当たりの。上段下げし。ハリエビ当たる。上段下げしますわ。ゲージがないよ。これはカイン苦しい。相当苦しいが。ゼーレ、とりあえず重ねて当たっちゃった。さあ、なんとか取り返したマネカイン、ファイナルラウンド。また出た。じゃあ、ストゥース何回打つのあなた。そういうゲームじゃねえから。これはちょっと、マネ、シボフラグかなと思わせつつの。おいしくてコンマ見せちゃって、あーてまたリーのパンツは入らないが、そしてジェニーまだワンチャンありますね。まだあるよ、ゲージがある段階で。おいしくてきたー。お仕事しました。さあ、ドジェニーの勝利。そう、佐藤ジェニーに対して出てくるのはシゲルガとホタルじゃないんですね。ガートを出してくる。あ、でも多分チームの戦略としてはおそらくゴンちゃんがグラント担当なのかな。さあ、削ってディオミ終了。投げは抜けるものの、空中投げは抜けられません。このゲーム投げ抜け自体が存在しません。アリアビのこれといった対策ができないままに体力差開いているが、とりあえずゲージは溜まっている。ハリで固めてる。大丈夫だな、びっくりした。台車通るかと思った。さあ、どうすんのこれ。ハリで固めて、最後もハリア。ちょっとやっぱこの組み合わせガードが機能しづらいか。ハリビー四隅から投げて、セットプレーは少し下段。空対空で細かくダメージを奪っていくのは。さあ、ガトーガは D 投げ、セットプレー、ゼロ決め出さない。ハリビーガードして我慢。空対空、この辺しっかり。セットプレー、また少し下段だが、これ対応。さあ、とことん0秒打たない。ついにここで打つ。壊しノーキャンセル、0キは壊し4フレーム有利になれるんでね、キャンセルかけなくても0キはがつながっちゃいます。まあ、そもそも壊しにキャンセルはかかりません。クネク両隅から投げてセットプレー、見えた。ジャストから投げて、こっちのセットプレーはガードする。ダメージ固め、パッチが見えていた。さあ、でも TOB 残るよ。投げて効果重ね、砕く。さあ、ゼロキバ取り終わった。バックステ少しからゼロキバ差し込みやりたかったが、最後は止めをかわしてゼロキバ。シゲル、お仕事しました。一進一退、釣りが出てくるのは大将ツボブラスグラント。お互いで指先頭位置、まあ、リーチ差があるので立ち回りは若干グラントが有利かもしれないけども、近づかれちゃうといろいろめんどくさい。さあ、ここで
単発一確認、あえて補正を切ったゼロギバさあ、ゲージがないのでガード不能ポイントだったらアトキャンできない。今が結構チャンスだったんだけど、ガフエンゲツリーには行かず、スクラント対策知ってますよと。しかしコバーバルが通る、これが早い。8004フレゼロギは当然使いますよね。ここはさすがに1ラウンド目は茂るかと。さあマッチポイント茂る、キャラは変わってもキャラ体だけはしっかりしてる。さあゲージを貯めたいかどうか、空対空しっかり。さあここでガフェンゲツリー行きたかった。ゲージがなければアトキャンできません。アトキャンできるんだけど対策技ができない。 2D 差し込み通らず。さあ投げ漏れのシーンか、噛んだ人。協調陣コシタチビ、さあ取り返す。ツーボプラスグラント、ワンビーとツービーのゲージ見間違えてた。さあ先に早めに TOB 消したいんだが、無理に行くとダメージもらいがちになるのがグランド戦。リーチ差がある、セットプレー失敗。アトキャン狩りの立ち入りしっかりガード、この辺の読み合いが見なさい。ライガーゼロギバでない、ジャンエクだけよく見えてる。熱唱強み入って入れ込み、ジャンエ投げからのセットプレー、協調逃げ通る。これはもはやどうしようもない。発展弾弱点決に暗転使った時間消費、勝利したのはツボブラス。いや、やっぱこのカードいいっすね。実力差8チームなんで一進一退の攻防では面白いんですが、出てくるのはグラントキラーゴンちゃんホダル。さあゴンちゃんは相当グラント戦は積んできてるんで、でも意外と大会だとツボくんが勝ってるイメージもある。さあ先に TOB が消えたのはグランド側、飛びかかった目飛びかぶせるが協調メッション。さあ翔ちゃん B、 これは上段下げ対策、コマンド投げいいタイミングで決まってめくりはガード、攻守で判定強い、ジャンプ 2B は超判定強いです。ホタル攻守だ決めて1ラウンド目ゴンちゃん、マッチポイントゴンちゃん、ホタル さあダメージ奪えない、潜在天照乱気、この体力差厳しいか。空投げジャンプ逃げ読んでいる、最後は白書、勝利したのはゴンちゃんホタルチーム、おめでとうございます。まさめはい、次の試合空城九太郎グラント、ガロー MOW 友人長 J 君、F タニーグラント、これグラントが2人入ってるんでアステンのチームですね。対するはズネアット KOF ケビン、10円育ちアット KOF グラント、タロキチアット KOF ジェニー、
KOF チームですね。今日は KOF98 のイベントがあったんで、大会終わった後も野試合してた KOF の方が参加していただきました。ありがたいことです。グラント・グラント・ジェイフンチーム VS ケビン・グラント・ジェニーチーム。なるほど。空城九太郎グラント VS、 これは10円育ちグラント、グラントどけら、青い方が KOF 勢、赤い方が空城九太郎グラント。破天弾見てから体育合わせ、フェンス調節、後半2回から連結に決めていくのは KOF。10円育ち削り合い、ジャンディジャンディ、さらなつ京都心後出しだったので次は刺さる、ゲージを溜めつつ牽制技振り合う両者、さあ徐々に詰めてくるワンビガー、協調メッシュを逃げしている。ワンビガーがアドバイス飛ばしてねえぞ、ウォーしか言ってねえぞ、大丈夫か。円月輪、さあしかしワンビガーゲージがない、協調メッシュを逃げ、さあこの時間どうする、クダイクジャンディ、そして強調メッシュ逃げ、最後はクダイクジャンディ勝利したのは10円育ち。次の試合、さあ次のカードか、ワンピが出てくるのはタロキチグラント、タロキチグラントを出してくる。ん、あ、失礼失礼失礼、エクタニさんだ、間違えてた。赤対青、エクタニさんが赤い方、青い方が10円育ちグラント、カウンター来てほしくて弱突進でお手軽追撃ダイレクトサムネチゲットできちゃう、さあリーチの長い通常を持っているので、とりあえず牽制でそれを振っていくだけでも結構いい感じに戦えちゃうのがグラントのいいところ。中段取って五列章中段技、あれは画面端に入ると4回次に入りますね、まあ壁。さあ1ラウンド目、F谷グラント交番2回から連結に先制していくのは F2 人、画面端位置入れ替わって、ここで連結にが出せなかったが依然画面端キープ、中段やり返す、さあ協調メッシュゲージを使わず半分奪います、そして最後の中段勝利したのはエフタニグラント。乱入で大丈夫ですよ。さあこれで中堅戦へ出てくるのはズネケミン、コバントラップ、やはりケビンはゲージを貯めたいが、
これはやばい、カウンター人協調メッション、減りすぎ。5番トラップローダーしっかり決めている。さあしかしゲージマックスまではまだ遠い。空対空チェンディ、これは待っていた感じ。1ラウンド目はエフタニングラント。上段下がれ、知ってた。さあ TOP が邪魔してくれて、さあ相変わらずワンピー側がアドバイスしねえウオーしか言ってねえが大丈夫か。中段投げてどっかに投げる、これは永久固めミスっちゃうが潜在型リング狙い。しかし固めコース。さあ2ラウンドやつね、ケビン、ファイナルラウンド。空対空、ジャンディ早くて長い、これだけで体力3分の1になっている。マジでジャンディしかやってねえ。ケビンはやりづらそう。5番2階からさあ結構わかんない展開になってきた。NC 冷静にガードしてチャンスをうかがうケビン側、どうなんだ。最後黒炎流、意外な技飛び出して勝利したのはエフタリン。これで大将戦エフタニグラント VS タロキチジェニー。距離を取って張り上げて突っ込んでくる。まあ当てなくてもいいからもうクレイジーマンまで出し切っちゃってるって感じですね。まあ、ゲージがなければ半角ないのでどんどん体力削れます。惜しい確定反撃壊しクレイジーワン。さあグランドワンに1ゲージできてちょっと面倒くさい感じになってくる。ポパン、うん、2回から円月に。さあ位置関係は画面足から脱出してハリアビーに対して生協調上段下げタイプ。ジェニーがゲージを吐きたいがさあ、四股板が刺さる。さあ、ワンピーがウォーしか言ってないが、マッチポイント点灯。エフサニグラント。NC、協調メッション。小判2階から円月輪。勝利したのは空城九太郎、ガロー MOW、友人帳、エフタニチーム。